はい、ですね、これがですね、スマップのですね、香取慎吾の描いたアートですね。これ龍の絵ですね。口の大きい龍の絵です。はい。で、この辺このオールドタウンセントラルですね。なんかストリートアートが多いですね。これも龍ですね。なんかはい。で、こちら側は何でしょう。これ人、これが何でしょう。女神、人ですよね。はい。まあ、はい、女性が描かれてますね。はい。なんかこれなんか可愛らしいですね。なんかこういったところもアートでいいですね。はい。で、ここは通り自体がですね、これ、通り一面にこのマガチックのですね、この絵が描かれていると。まあ、いいですよね。こういった形で、こう、ちょっとこう、この坂道をですね、降りたり上がったりするときにちょっと飽きないんで。ただなんかこれ上から落書きしてる人いますね。せっかく描いたのに。いやー、まあ、はい。バッテン印がついたりとか。まあまあ、ただこの、いいですよね。まあこういった形で、こう、絵の上手な人が絵を描くとですね、こう坂道上がるときとか降りるときに、まあちょっと心も和むかなというような感じもするので、まあこういったですね、ストリートアートっていうのはですね、まあ心を和ましてくれるし、いいですね。結構でもこれ長いですね。結構距離ありますね。これ描くの相当大変だったんじゃないですかね。これだけの距離だと、そう思います。はい。ですね。じゃあそろそろですね、路地裏に入っていきたいと思います。この辺も、なんかこれ目ですね。なんかこれちょっと面白いですね。はい。でですね、ちょっと坂道を上がっていってですね。なんかこれは出前、これ配達の人たちですね。デリバリーの人たちが結構この辺でたむろしてるということですね。はい。あ、ここにもなんか面白い絵があって、ここから入ってみましょうか。はい。じゃあちょっと折れてみます。まあ綺麗ですね。やっぱりこうセントラル地区なので、この路地裏もですね、まあ綺麗だと。こう絵もなんかこう絵を描かれ落書きがあってですね、まあはい、まあ路地裏もちょっとですね、まあ洒落た感じっていうか、まあ物がこう無造作にボンボン置かれてるので、はい、まあ雑然とはしてるんですが、これ何でしょう。植物、これはバーベキュー用のですね、ものですね、とか椅子とか、はい、まあ物置として使ってますね。これでドアとかはしごとか、まあ雑然としてるけど、こう道、人が通れるようには綺麗にしてるということですね。まあゴミもちゃんと脇に置かれてですね、まあ人の目を意識してということですかね。まあ落書きもですね、いろいろこう書かれてて、まあ程よい感じで書かれてるという形ですね。はい。あ、ここにもですね、なんかありますね。このやっぱりこう罰金1500、これは英語と漢字両方で書かれてますね。はい。で、ここからまたちょっと入ってみましょう。ここも、これなんかカラフルですね。ちょっと賑やかに、まあ、いろんなものがボンボン書かれてるという形で、はい。まあ落書きですね、この辺は。あ、このハリウッドはなんか知られてますね。凝ってますね。中に絵文字みたいな形になって。さすがセントラルです。まあはい。ちょっとこう落書きもですね、なんかこう細かいところまで気を配るという形なので、やはりこう、まあアートの街セントラルっていうことですかね。はい。